ヘブ・フラニツェブ・チェハーフ線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は148。ヘブ・アシカンは、1865年、バイエルン国立鉄道により開業した。残りのアシ・フラニツェカンは、1885年に、オーストリア地方鉄道によって開業した。超特急、スーパーシティの乗り入れるヘブ・フランチシコ・ビラーズニエ、カンのみ電化されている。 ヘプ報復間の高度のセンズフランティスコビーラーズニエ、駅1840年代に西ボヘミア地方の炭鉱とバイエルン王国との鉄道連結は要望され、石炭が地元に安価に供給できることがその理由であった。バイエルン政府はその鉄道を直接に建設しようとしなかったので、防フ市の関係者たちは別の方法を模索した。それは、 ニュルンベルクのバイエルン銀行に千万マルク以上の貸付金を受けて、不設免許を獲得することであった。鉄道建設の実行は、テオドルフォン、クラーマークレットに任せられた。バイエルン王立鉄道は、ヘプアシオーバーコッチャ区間の運営を、賃貸方式で引き継いだ。この区間は、ボヘミア領に属したので、バイエルンとオーストリアとの条約は必要であった。 ヘップ・フランティシコビ・ラーズニエ区間の線路は、ザクセン国鉄のヘア・ラスグリュン・エーガー区間と並行に建設されたが、この区間の両側線路は、この路線は、フランティシコビ・ラーズニエからし、セルプを経て、オーバー・コツァウ駅で、リートビヒ南北鉄道と合流することとなった。この路線は1865年11月1日、開通されて、建設費は、 バイエルン区間の費用と合わせて600万グルデン以上に至った。ヘプアシオーバーコツアク区間は57年後被災、召喚が終わったらバイエルン政府財産に帰属されるべきであった。鉄道運営権は1919 19年すでに少々の携帯で譲り渡された。フランティシュコビラーズにへアシ区間の急勾配のためバイエルン鉄道はマレト方式の GT24、4型機関車を 補助機関車としてヘプ工場に配置した。この路線と旧ヘプビーザウ線を通じて列車は、ホ富フ駅からレーゲンスブルク及びミュンヘン方面へ走行することができた。1877年ホ富フマルクトレドビーツ、レーゲンスブルク区間は開通され、列車運行の頻度数は減少した。それでもこの路線は、ホ富フの産業に、ソコロブスカー低地の石炭を供給することに、 顕著な寄与した。1918年11月にチェコスロバキア共和国が樹立された後でもヘップ・アシク間はバイエルン鉄道により運営された。1920年ドイツ帝国鉄道がこの区間を引き受けて1922年契約通り所有権を獲得した。ヘップ・ホーフ鉄道の影響でロースバッハ片隅の繊維産業にも鉄道連結が必要となり、 1876年4月21日技術的な準備作業はオーストリアで許可されたが財政的理由で運営会社が見つからなかったオーストリア政府は1884年4月28万グルデンの支出を資金援助の目的で承認したこの援助の条件は1年以内に鉄道建設を完全に終えることであった1884年6月15日 ビルヘルムルジゼクは、アッシフラニツェク間の鉄道敷設権を獲得した。その事件は鉄道を1885年10月31日まで完成することで、運営権の有効期間は90年と決定された。建設作業は1884年10月始まり、1885年9月26日開通式が公式的に行われた。 路線運営は、王立オーストリア国鉄により所有者のために実行された。ロースバッハの起業家たちは鉄道をザクセンのアドルフまで延長しようと努力して、1889年、その企画案が提出された。1898年11月、オーストリアハンガリー帝国とザクセンは条約を締結して、翌年1月にウィーンで批准書が交換された。条約によれば、 オーストリア国鉄は、ザクセン地域でも、鉄道を建設、運営することが許可された。1898年12月21日やし、フラニツェ線の延伸に関する法律は制定され、アシロースバフ派地元鉄道会社の拡張事業を規定していた。オーストリアハンガリー帝国は、路線延伸に関して76年間の運用期限の間に投資金額の4%を、 地元鉄道会社に支給した。国家はこの法案により、まだ所有者が分散されていた白オスバッハ、地元鉄道の株式を買収する権限を取った。もしそれが不可能となったら、国家は1885年不設許可の条件により、鉄道を国有化する権限を取るべきであった。鉄道建設は土地買収の理由で延期された。建設工事は、 ズデニエククルリシュ社により行われて、1905年既存のロースバッハ駅移転から始まった。同年7月地元鉄道は永久に国有化され、オーストリア国鉄に編入された。1906年の夏、現場の事故で営業の開始は同年9月18日に延期された。戦争中にはロースバッハアドルフ区間はたびたび運行停止された。 1918年11月、チェコスロバキア国有鉄道が設立されたが、この路線の列車はアシヘプ方面の列車と直結されなかった。ドイツ帝国鉄道がホーフヘプ鉄道で可能な輸送に関して高い使用量を算定したことがその原因であった。それでチェコスロバキア国鉄はほとんどの車両修理をアシチョ駅で実行した。 1931年7月25日ドイツとチェコスロバキアは国境の超える鉄道路線に関する関係を新たに規定した条約を締結した。フラニゼ・アドルフ区間の場合、国境・アドルフ区間はべての施設物を含めて1998年12月31日にドイツ共和国に無償で引き渡されることが決定された。 同時に無期限にその区間を運営する権利はドイツ共和国に与えられた。1933年チェコスロバキア国鉄はアシフラニツェ区間に機動車を投入して運行時間短縮と運行回数増加は可能となった。ズデーテン地方がドイツに合併された以後、1938年10月1日付でアシフラニツェ区間はドイツ帝国鉄道により引き受けて、 レーゲンスブルク管理局の所属となった。1945年4月アメリカ軍の侵入で、シロエルスター川鉄道橋は破壊された。国境、アドルフ区間は1946年から1951年まで段階的に撤去された。第二次世界大戦の終戦直後、アシフラニゼク、一方、ヘプ、アシ区間は、チェコスロバキア国有鉄道に引き受けられた。 オフジェ側の鉄道橋は破壊されて、列車運行は不可能で、ハズロブ駅にも列車運行に支障があった。バイエルン方面の旅客列車は2015年まで運行されなかった。国鉄は旅客列車路線をアシ駅からフラニツェブセシャーフ駅に延伸した。運行回数は少ない需要にもかかわらず、時間の経過により戦争前の水準まで上がった。貨物列車は 往復方面に続いて、バイエルニエ、陶磁器の原料を運搬した。1951年9月11日、チェコ人、鉄道関係者と、反体制メンバーは列車を奪い取って、国境を越える事件を起こった。列車は、ゼルププロエースベルクの国境地帯へ入って止まった。1970年代に、フランティスコ・コビラ・アーズニエ、足区間は、四川鉄道の地位に格下げされた。 1990年代中期からアスチョフラニゼ、区間運用の問題が利用客数の不足で、ますます定起された。1998年にはその区間の旅客列車編は1年間廃止されることさえあった。ヘップ軍と関係地域の西岸で、チェコ鉄道はやっと1日1往復で旅客列車を投入した。一方ヘップアスチョ区間は2015年12月まで、 旅客列車の規則的な運行で連結されていた。セルププロエスベルク国境区間は1996年9月29日公式的に廃止された。2010年10月にチェコ交通省は国境アス区間を2ヶ月後に廃止すると公表したが、その計画は結局実行されなくて2012年1月に撤回された。バイエルン鉄道会社は カルロビバリ州とともに2013年からセルププロエースベルク足区間の運行再開を委託しようとすでに宣言した。しかしドイツ側で信号装置と踏切の改良などが必要であったので計画された運行再開は2015年12月に延期された。2015年1月26日足駅で線路復旧工事が始まった。工事費用は 約7500万クローネで、工事は2015年7月完了する予定であった。2015年12月13日から、オーバープファルツ鉄道が、ヘプ報復間で、オーバープファルツ鉄道所属の普通列車が運行されている。1日一往復が、フランチシコビラーズニエヘブプラハボフミーン間に運行している。ヘブイナンは175号線に直通する。2017年以前は、 スーパーシティの種別で運行していた。なお、2014年以前は、1日に往復が運行されていた。現在は、主に下記に系統が運行されている。なお、2015年以前は、ドイツ国鉄858号線への直通がなく、主にヘブアシュカンの系統が運行されていた。以下では、チェコ国鉄148号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを、 一覧表で示す、ありがとうございます。